エルノ・ローザは、ルーマニアのトランシルバニア地方、トゥルグ・ムレシュで生まれ、ドイツで育った、ハンガリー人のバイオリニストである。イエフ・リメ・ニューインやゲオルク・ショルティ、オザワ・セイジ、ルッチエ・ロリッチ、エルネスト・ローザ、ティボール・バルガ、ローサ・ファイン、ミンチョ・ミンチェフ、ジェルジ・パウク等の推薦、指導を受け、彼らの下で、数々のソロ演奏者として出演。ドイツのラジオ放送への出演。 レコーディングも多くこなしながら、ヨーロッパ各地でのコンサートを展開している。フィルハーモニアふんがりかでコンサートマスターを務めた父を持ち、3歳でバイオリンを始める。1983年から1985年まで、スイスやドイツで、ルッチエロリッチに指九1984年、ケルンの西ドイツ放送局にて、クライスラー、サラサーテなどの作品をシリーズで収録。 1986年から1993年まで、ゲオルク・ショルティに芸術的才能を認知され、自宅に招かれ、定期的な個人レッスンや奨学金を受ける。1986年、小沢誠二にソロ演奏を披露し、評価を得て推薦を受ける。1987年、ラインベックやシルトで、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン音楽祭で3度のソロコンサートを開く。 1989年、ボルムスやマインルートビッヒハーフェン、フランクフルトでイエフリメニューインの招待を受け、その式の下モーツァルトのバイオリン競奏曲第3番をソリストとして演奏、ラインラントプファルツ修立、フィルハーモニー管弦楽団と共演。1990年、チェコでマックス・フォン・シリングスのバイオリン競奏曲をアルフレッド・ワルター式による、スロバキア国立、 コシテ・フィルハーモニー管弦楽団と共演、マルコ・ポーロより CD が発売される。1993年にこの演奏がロンドントップ10リスト8位にランクインし、英国クラシック誌に掲載される。1999年、ナキサスより、ミハエル・ディートリヒ式によるスロバキア放送交響楽団との録音で、ニコロ・パガニーニのバイオリン競争曲第3番と第4番の CD が発売され、この演奏が、パガニーニのスペシャリストであるサルバトーレ・アッカルドを超える逸材として、クラシックストゥデイにて紹介される。2001年、ナキサスより発売した蒸気 CD が、ナクサース・コード・オブ・ザ・イヤーに選ばれる。2003年、英国ロイヤル・リバプール・フィル・ハーモニー管弦楽団に、ゲストコンサートマスターとして招かれる。2005年、サド・ユタカが、 芸術監督を務める兵庫、芸術文化センター還元楽団の生団員として来日し、コンサートマスターを務める。2006年、中国マカオ交響楽団にゲストコンサートマスターとして招聘。2009年と2010年、オビディウバラン式によるルーマニアトゥルグムレシュ、フィルハーモニー還元楽団との共演で、ニコロパガニーニのバイオリン競争曲第3番と第4番を演奏する。 2011年以降、日本各地で演奏活動展開し、アンサンブルピアーチェと共にチャリティコンサートも多数企画する。2013年と2014年、ルーマニアでコンサートツアーを開催し、ルーマニアのラジオ放送にも出演した。ありがとうございます。